店長、カネコでございますということで、本日の食材がこちら、よいしょ、トラフグってことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、トラフグっていうことでね、トラフグ2匹買ってきました。で、これ昨日まで生きてたトラフグ、目利きのプロの方に目利きして選んでいただいた天然の1キロ前後のトラフグでございます。こうやってね、昨日しっかり締めていただきました。ものすごい生きのいい最高のフグが入りました。ということでですね、今日はこちらのトラフグを使って超贅沢なトラフグの湯豆腐を作っていきたいと思います。湯豆腐っていうと昆布だしにお豆腐とでお野菜を少し入れてポン酢でいただくっていう、そんなイメージだと思うんですけど、そこにお魚を入れることでお魚の出汁が出てめちゃくちゃ美味しくなるんですよ。今からの時期ぴったりな湯豆腐作っていきたいと思いますよ。そしたらまずこちらのトラフグさばいていきたいと思います。今日は一応2匹買ったんですけど、まあ、動画で使うのは1匹、そして今回実食の時に一緒に飲んでいくのはこちら、久々の登場ですね、銀色のやつ、工場出来立てうまさ実感パック。こちら製造から3日以内の出来立てのスーパードライが楽しめるということで、今日のフグの湯豆腐にも間違いなく合うと思いますよ。久しぶりにトラフグさばきますね。まずはヒレというヒレを全部取っていきます。この時期が来たな。今年はね、トラフグで作りたい料理たくさんあるんですよ。ヒレが取れましたら、このお花のここですね、ここに包丁をパンと入れます。はい、でここに包丁を入れて、でここに包丁を刺してこうです、グリッとやって、はい、これくちばしですね、ここも入れます。そしたらここに包丁を入れます。この白と黒の境目ですね、ここに包丁をまっすぐ入れるイメージ、よいしょ。そしたら皮剥いでいきます。まずは黒い方から皮を持ち上げて、包丁の刃先を若干上に上げつつ、徐々に剥がしていきます。はい、上の皮が取れました。そしたら次は下の皮ですね、白い方の皮も取っていきます。さっきと一緒ですね、尻尾の方から皮を剥いていきます。はい、取れましたと。そしたらこれ、まず頭の幅広のところ、ここに1本入れます。その横のこの細長いところあるんですよ、顔の長いほっぺたとそのほっぺたの横の細い骨、ここに包丁を1、2と入れます。こっち側も一緒ですね、ほっぺたの長いところに1つ、で横の細長いところにも1つと。はい、こういう風に入りましたら、このエラの付け根ですね、ここを持ってエラの根元を断ち切ると。そしたらこの長細いところの付け根、ここに骨がありますんで、ここをパツッと切ります。こっち側もパツッと。そしたらそこからピロ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 ーっと、はい、こんな感じですね。身と頭だけになりました。カマと内臓がついているところ、ここの処理が大変。まずエラを外しますね。はい、エラですね。このエラはこれ食べられません。でこのエラの後ろにちょこっとあるやつ、これがトラフグの心臓です。これも食べられません。そしたらこれが肝臓ですね。これも猛毒、半端じゃないです。胆のこれも毒で、これ茶色いのこれ脾臓ですね。でこれ血のとこが腎臓です。でこれ細長いのが腸ですね。あ、ほんでこれ付け根にあったこれ卵ですね、卵巣、これもね猛毒です。トラフグは精巣、まあ、要するに白子ですね、白子は食べられますけど、卵巣は猛毒です、気をつけてください。でこれがまあ鎌の部分ですね、ここもいいお出汁が出ます。でこういう鎌の部分についたこういう腎臓とか、こういうところもきれいにしっかりと掃除します。でこういうところに卵巣のかけらとか、あと肝臓のかけら、そういったものがついてると一緒にお鍋に混入しちゃいますんで、きれいに掃除しましょう。しっかり水洗いすること、これマジ大事です。この水洗いが大事。こちら締め跡から頭を落とします。でこれが頭、そして身ですね。で今日は頭も骨もお出汁で使いますので、頭を割っていきます。まずはこの目ですね、目玉はスープが濁りますので目玉は取っちゃいます。一応試験でもね、目玉は取れって言われてました。で頭を割ります。で頭を割るとここに脳みそがあります。この脳みそもまあ取ります。
ただね、試験では別に脳みそ取らなくてもよかったです。で、磨きのフグとか買っても、この脳みそがついたまま売られてますんで、まあ、脳みそは無毒ということになると思うんですけど、まあ、一応取った方が気持ちいいなと思って僕は取ってますけど、いつも。フグ、この骨付きでぶつ切りにしてもいいんですけど、食べやすいように、やはりおろします。ちなみに今日このフグが1尾、5000円でした。すごくお値打ちに譲っていただけました。これいいサイズ感よ。でフグはこう上から見た時にこうあんまりねぷっくりしすぎてるやつはこう、ね、寝かしてる最中に水がよく出てきちゃうんですって。なので割とこうスマートな感じのフグの方が寝かした時に水が出てこなくて旨味が濃くてうまいって言われました。あ、やべ、ウグイス骨取るの忘れた。ウグイス骨という骨がありましてここにあるんですけど、ちょっと喋るのに夢中で取るのを忘れてしまいましたので、まあ、今日は身の方につけちゃいますね。ここもねウグイス骨もうまいとこなんですよね。よし、そしたら骨を切ります。骨は出汁として使います。これがお出汁で使う部位ですね。で、ここが身です。骨はありません。軽くこうやって掃除します。骨がこういう風についてるところとかありますのでちょっと削ります。で、実際にする場合はこういうヒレの肉とかをきれいに取って成形して、で薄皮引いて鉄板にしていくんですけど、今日は湯豆腐ですのでこのまま切り身にしていきます。このぐらいの大きさに切って盛り付けていきます。うわ、めちゃくちゃ身が締まっててうまそう。このね筋肉がキュッと締まってる感じ、これいいフグですよ。はい、こちらフグの身の仕込みの完成ですね。そしたら皮、皮やってみよう。めっちゃ苦手なやつ。このフグの皮の処理がね一番むずいと思う。まずはこの表面のナメタレを取ります。ナメタレはこういうなんかぬるぬるっとしてるとこですね。で、このナメタレの下にトウトウミがあります。トウトウミもねうまいんすよね。なんかホルモンみたいな感じですよ。はい、ナメタレが取れましたらここら辺からちょっと入れてこうやってトウトウミを外します。綺麗にね剥がれるんですよ。ほら、はい、これがトウトウミですね。これもお鍋に入れるとプルッとしててとても美味しい。で、あとは皮だけがこういう風に残りました。これが鉄皮になるんですけど、ただこのまま鉄皮にして食べると口の中ズッタズタになります。なぜならトラフグっていうのはこの白い方の皮にも茶色い方の皮にも無数のトゲがついてるんですよ。これを取る作業がめちゃくちゃ難しい。でもなんか今日はできそうな気がするから挑戦。いっぺんに行こうとするとむずすぎるんで、半分ずつぐらい。こうやってまな板にピタッとくっつけて、はい、でいきます。お、でもいけそう。あー、でもちょっと削りすぎだな。削りすぎても、この破れちゃうし、削らなさすぎてもトゲが残るんですよね。むずー。これこうしちゃうか。こういう風にピタッとしちゃって、よく切れる包丁でいこう。でもいい感じ、いい感じ。あー、むずい。この層だな。ここだ。ちょっとコツ掴んできた。ここ失敗ですね。ちょっと残りすぎです。まだザラザラしてますもん。この下の、ここの層だな。無理だ。まずここら辺取っちゃおう。うん。ここら辺は上手に引けました。いって。いった。いて、血出たと思う今。ほら、血が出ました。簡単に血が出るんですよね、このフグのトゲって。めちゃくちゃ鋭いんですよ。あれ、めっちゃうまくいってるかも。ちょっとコツ掴んできたかも。あ、これね、わかったわ。包丁が入る層がある。包丁が入る層に当たると、簡単じゃねえけど、比較的楽に入ってく。これちょっと水垂らしながらやった方がいいかもしれんな。包丁の角度めちゃくちゃ大事だな。これはむずいわ。でも尻尾の方は簡単なんですけど、頭の方に向かっていくにつれてめっちゃ難しくなってきますね。ここら辺でとりあえず諦めるか。ほら、こんだけ綺麗に取れたら僕大進歩だと思います。で、黒い方も一緒ですね。まずトウトウミを取っちゃいます。ほんで、こうやってトウトウミも綺麗にこの段階で掃除します。フグって本当に繊細に気を使わないとやばいんですよ。過食部位に有毒部位が少しくっついてるっていう場合もありますんで、ほんと気をつけないか。でもちっちゃい卵巣だからといって毒性は変わんないんでね、もうめちゃくちゃ猛毒なんで、
食べたら死にます。とうとうみ、ここがうまいんだよな。で皮も置いときますか。はい、これで身の完成ですね。で今日は湯豆腐なんで、お野菜はそんないろんなものをガチャガチャ入れません。まずはネギですね。湯豆腐にネギは必須ですね。そしたら盛り付けていきます。そしたら次はじゃん、セリですね。これね、好きなんですよね。本当はね、この根っこもわーっとついてるといいんですけどね、根ゼリって言って、このセリの根っこ美味しいんですよ。今日はね、根っこついてなかったんで、この葉っぱの部分だけでいきますね。これがね、本当に美味しいんですよ。この爽やかな風味があってね、とっても湯豆腐と合います。セリ鍋っていう料理があるぐらい、やっぱセリは脇役に見えるんですけど、実はね、本命張れるよっていうぐらい力のある野菜。もうこう切ってる段階でもいい匂いがしてくるもんな。で、まあ、あとは柚子ですね。で、このシークワーサーも置いときましょう。で、これでお野菜の仕込みの完成ですね。そしたら豆腐ですね。今日は絹ごし豆腐でいきます。絹でも木綿でもどっちでもいいんですけど、お好みで。ちょっと大きめにカットでいきますね。はい、こんな感じ。そしたらスープを作っていきましょう。今日はこういうお鍋でいきます。2種類のスープでいけるやつね。で、1つ目は昆布と、で、昆布の戻し汁、これでいきます。で、もう1種類は昆布と、昆布の戻し汁ちょっとと、あ、ちょっとお水入れます。で、ここに出汁はやっぱり出汁の地図。今度ポップアップやるんでね、また来てくださいね。で、出汁地図をこっちに1個入れちゃいましょう。湯豆腐にもバッチリ合いますからね。昆布入れてますけど、昆布なしでこれだけでもものすごい美味しい出汁出ますんで。そしたらここにトラフグの骨も入れていきます。トラフグの骨と、こちら頭ですね。で、こちらにもトラフグの出汁を入れていきます。これで煮立てていきます。はい、じゃあ沸騰直前になったので、昆布だけ取り戻しましょう。僕はね、結構昆布出汁を強めに引くのが好きです。わ、昆布入ってるなっていうぐらい出汁を取った方が好き。でも、あんまり入れまくると逆にえぐみが出ちゃうんですけどね。だからそこの塩梅はむずいところなんですけど。で、昆布を取ったら沸かします。沸かして昆布のぬめりと、こういうトラフグから出るアクを取ります。よし、そしたら出汁の地図の方は分かりやすくするために柚子を削って入れときます。はい、これでスープの完成ですね。で、これで一度冷まします。フグの骨から出汁がより出ると思いますんでね。はい、では1時間ほど置きました。これでフグ出汁がたっぷり染み込んだ最高のお出汁が引けましたと。そしたらここに日本酒を少し入れます。これで臭みを取っていきます。はい、これで湯豆腐のスープの完成。そしたら今日は向こうで具材を入れながら完成させていきましょう。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。じゃあまずフグをお鍋に入れていきましょうか。プルプルのとうとう身から、こっちが昆布だし、こっちが昆布だし&だしの地図。身も入れていきます。そしたら皮も、コラーゲンですからね。よし、これでコトコトと煮込んでいきます。お椀にポン酢、そしてネギ、辛味調味料を少し。これで最高のポン酢だれができました。で、湯豆腐こうやって温めている間にセリいきますか。セリはさっと湯通し、しんなりしたら OK。 ポン酢だれにつけていただきます。うまっ。この爽やかな苦みがいいね。大人の野菜って感じですよね。さあ、ではでは、いい感じになってきました。このトラフグの出汁をたっぷり吸ったこの絹ごし豆腐、こちらいただきます。うまっ。小さい頃苦手だったんだよな、湯豆腐。こんなに美味しいんだ。もう大人になってからね、本当に好きになりました。贅沢な湯豆腐ですね。そしたらフグの身もいきましょうか。ポン酢にたっぷりつけていただきます。うまー。うわ、やっば。
めちゃくちゃ身が締まっててうまい。これいいフグだな。とうとう身いきますか。とうとう身うまっ。とうとう身はフグの香りがとても強い。トゥルンティルンです。フグのお出汁ができたところで出汁を飲み比べ、普通の昆布出汁の方から。わあ美味しい。昆布強め。ちわ。なるほどね。やっぱいろんな出汁入ってるから、こっちは複雑なうまさがあるな。でも出汁がフグの旨味に負けてない。どちらも良さはあるな。まあでも雑炊作るならこっちかな。今日はね、雑炊も締めで作ろうかなと思っておりますんでね。でもやっぱりあれが欲しいな。というわけでね、今日はこちらのトラフグのお出汁がたっぷり入った湯豆腐ときましたら、お飲み物をこちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん。銀色のやつ、工場出来たてバージョン。湯豆腐には銀色でしょ、合うだろうなこれ。今日はクリーミー泡継ぎでいきます。ここでちょっと待って、んで、そろ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 っとクリーミーな泡の隙間からビールを流し込んでいくっていう感じですね。完璧、綺麗な7対3。いただきます。うめえ。飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、この躍動感が銀色ならではですね。さすがは銀色のやつ、どんな料理にも合うね。辛口だからこそ出来たては美味しいですね。辛口って苦いっていうイメージある人いるかと思うんですけど、そうじゃなくて飲み応えがあってキレがいいんですよね。それが工場出来たて、うまさ実感パックですね。そしたらちょっとお雑炊作りますか。お鍋にお出汁、トラフグがたっぷり入ったお出汁を入れて、でこのトラフグの身も入れちゃいます。身も皮も入れちゃう。で身を少し潰すのがポイントですね。3枚におろしてあるんで骨は入ってませんので。そしたらここに炊いて洗ったお米、これを入れます。よいしょ。そしたら混ぜ混ぜしていきます。でこのお出汁をたっぷりと吸わせます。で少し醤油を入れて味を整えます。そしたら卵割っていきます。はい、こうやってふつふつしてきましたら、ここに卵を溶き入れます。でさっくり混ぜます。で火を止めてネギを散らします。はい、これでお雑炊の完成。食べていきましょう。こちらいただきます。うん、うわ、これはたまりませんわ。極上のフグ雑炊ができました。わ、これめちゃくちゃうまい。フグの甘さが全面に出てきてますね。でこの雑炊とこの銀色ね、あ、合うな。やっぱりね、フグの鍋物の締めは雑炊、これやらなもったいないね。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は僕の大好きな魚トラフグを使ってトラフグの湯豆腐作ってみましたけども、めちゃくちゃうまいわ。普通に湯豆腐でもうまいんですけど、そこにねこの美味しい白身魚が入ることによってスープがとても美味しくなる。今日トラフグでやりましたけど、タイとかカワハギとかでやってもめっちゃうまいと思います。おすすめです。で絶対に雑炊はマストでお願いします。そして実食の時に飲んだこちらのアサヒスーパードライ工場出来たてうまさ実感パックですが、毎月月末の火曜日に製造されて金曜日に発売されております。まさに出来たての銀色のやつ、今月は本日が発売日となっております。今日の湯豆腐にもやっぱり合うし、これを飲むと月末が来たなって感じします。ぜひ近くのスーパーなどで探してみてください。月末の金曜日はこちらの出来たての銀色のやつで乾杯しましょう。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。